ありがとうございます。はじめにアクアラインマラソンについてお話をいたします。先日実行委員会総会において千葉アクアラインマラソン2020の大会要項を決定いたしました。その主な内容を説明いたします。5回目となる今大会は来年10月18日日曜日に開催をいたします。種目はフルマラソン、ハーフマラソン、そして車椅子ハーフマラソンでございます。コースは木更津市内をスタートし、海ほたるを折り返し、袖ヶ浦市内を通り、旧木更津市役所で、ゴールといたします。ハーフマラソンは牛込海岸がゴールでございます。今大会では東京オリンピック・パラリンピックをきっかけに高まるスポーツへの関心とおもてなしの心をつなぐ大会とするために新たな取り組みを3つ行うことといたしました。1つ目はチームスピリットワークです。県全体でさらに大会をより盛り上げるために市町村対抗の団体戦をフルマラソンで実施いたします。2つ目はスマイルワークでございます。初マラソンを笑顔で完走できるよう初心者ランナー向けに優先枠を設けます。3つはおもてなし受付でございます。海外からお越しになるランナーに対して今大会の前日に受付を行い、余裕を持った疾走準備をしていただくとともに千葉の魅力を楽しんでいただくなど千葉県らしいおもてなしでランナーをお迎えいたします。なおランナー募集期間は来年4月3日から5月7日までです。皆様、この機会に海の上を走る爽快感とアクアラインマラソン名物の沿道からの熱い応援を味わいながら千葉の魅力をぎゅっと詰まったコースを駆け抜けてみませんか。またランナーとしてだけではなくですね、応援やボランティアとしてぜひご参加をください。2年ぶりのこの舞台をチーム千葉で盛り上げてまいりましょう。さて、ICT 利活用戦略についてお話をいたします。人口減少や少子高齢化等に対応し持続的な発展を実現するためには情報通信技術 ICT の効果的な利活用が不可欠でございます。そこで県では市町村、企業、研究機関等がそれぞれの強みを生かし主体的に取り組むことを目指し、県民の暮らしを豊かにする千葉県 ICT 利活用戦略を新たに作成したところでございます。この戦略では多様な主体が方向性を共有し、実現を目指す具体像を3つ掲げております。1つ目はあらゆる人が暮らしやすい社会を目指し、行政手続きのオンライン化やスマートフォン等を活用した多言語による災害、医療情報の発信などに取り組んでまいります。2つ目は誰もがどこでも能力が発揮できる社会を目指し、テレワークによる在宅勤務など多様な働き方の推進等に取り組んでまいります。3つ目は生産性の高い産業に支えられる社会を目指し、 IoT などを活用した医療や福祉サービスの質の向上や効率化、また産業分野の生産性向上などに取り組んでまいります。検討いたしましても RPA などの業務効率化や生産性向上に自ら取り組むとともに、市町村、企業など多様な主体がそれぞれの特色を生かせるようオール千葉で ICT 利活用の推進を図ってまいります。次に千葉の新米に関するキャンペーンについてお話をいたします。本県は全国でも有数の葉山米の産地で8月中旬から本格的なお米の収穫が始まっているところでございます。そこで美味しい千葉の新米を PR し皆様に味わっていただくため、今年も一番米、千葉米、新米キャンペーンを実施いたします。キャンペーンの内容を2つご紹介いたします。1つ目は新米キャンペーンです。新米を購入された方に千葉ザポークや千葉の海苔など抽選でプレゼントいたします。応募期間は来月31日までです。皆様のふるってのご応募をお待ちしております。2
つ目はウェーブキャンペーンでございます。料理レシピを紹介するウェブサイトレシピプログラムに特設サイトを設けます。このサイトではお料理ブロガーが千葉のお米を使った手早く作れる混ぜご飯レシピを紹介いたします。ぜひご家庭で楽しみくださいませ。千葉は東日本でどこよりも早く田植えが始まり、どこよりも早くお米が収穫できます。美味しい新米をぜひ召し上がっていただき、千葉のお米のファンになっていただきたいと思います。最後はこの時期におすすめの耳より情報でございます。千葉の秋は梨やさつまいもなどの山の幸、サンマやカツオなどの海の幸といった美味しさあふれる魅力がたくさんございます。今回は秋の味覚を楽しめるイベントをご紹介いたします。はじめに現在御宿町で開催されている御宿伊勢海老祭りでございます。全国の有数の漁獲量を誇る伊勢海老を存分に楽しめるこの祭りでは、10月末までの期間中、協賛する旅館や飲食店で伊勢海老の特別メニューが提供され、旬の味が堪能できるところでございます。また次の日曜日の8日には月の砂漠記念館前広場で伊勢海老のつかみ乗りや伊勢海老汁の無料配布などが行われるイベントも開催されます。次は国内産の約8割が本県で生産されている落花生のイベントでございます。今月15日に落花生の一大産地である八街市で八街落花生祭りが開催されます。この時期にしか食べられない大まさりの茹で落花生をはじめ、千葉半立ちや新品種のキューナッツなどの試食販売があり、八街産落花生の食べ比べを楽しむことができます。また地元の生姜を使った八街生姜ジンジャーエールや新鮮野菜の販売、音楽のステージイベントなども行われます。この他にもこれからの季節、伝統ある秋祭りや子供から大人まで楽しめる味覚狩り、色鮮やかな紅葉などが魅力が盛りだくさんでございます。ぜひご家族やお友達とお出かけいただき、千葉の秋の味を味わってくださいです。皆様のお越しを心からお待ちしております。私からは以上でございます。それではご質問を受けします。まず公式記者会関係者毎日新聞、はい、よろしくお願いいたします。すみません、毎日新聞です。はい、まずICT 利活用戦略についてなんですけれども、はい、主な戦略の主な内容の中でですね、生産性向上などのワードが出てますけれども、具体的に、例えば人件費をこれぐらい節約したいだとか、うん、生産性これぐらい向上したい、具体的な目標があればお聞きしたいのと、うん、はい、あ、いいですそうですね、本戦略ではですね、ICT の利活用による実現を目指す3つの具体像を掲げております。ICT は技術革新に特に大きな変化が予想されますので、数値目標までは今まで設定はしておりません。今後ね、有識者会議を設置しですね、進捗管理を図る中で目標の設定等について検討してまいりたいと、そのように思っています。もう一点、一緒にやっていくですね、パートナーさんあると思うんですけれども、具体的にパートナーの事業者さんあると思うんですけれども、具体的に今名前が決定している事業者さんどうあれば教えていただきたい。そうですね、やっぱりパートナーというのはね、大事でございます。県内の大学やね、IT 関係の企業、自治体など約90団体で構成されます。千葉県地域 IT 化推進協議会と連携してですね、戦略の進捗状況を共有し、課題などについてもですね、お互いに意見を公開してやりたいと、そのように思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、東京新聞、はい、よろしくお願いいたします。東京新聞の中谷と言います。よろしくお願いします。私からは、先日4日に、千葉市が発表しました、千葉市がモノレールの延伸計画を、中止すると、発表しました。このモノレールは
昭和63年の開業から18年ほど県も共同出資で、運行していた路線なんですが、先日 の千葉市 のご判断をどのように受け止められたでしょうか。そうですね、これ千葉市においてもですね、有識者の意見も伺いながら、費用対効果ですよね、とか会社経営の影響を総合的にね考えしながら私は判断したのかなと、そういうふうに思っています。もう一問お願いします。はい、どうぞ。別の話題なんですが、先週ですね、旧水道局 の職員の、903人中500人の、残業が過少申請、もしくは、裏を返せば、旧水道局が把握していなかったということが調査で、内部調査で判明しました。この903人中500人が実際の勤務、残業の勤務を把握されていなかったということについて、まずその数字を見てどのように思われたでしょうか。ですね、県ではね、これまでも職員の時間が勤務にね、しきりに取り組んできたところでございます。今後も引き続きですね、時短内勤務の縮減に取り組むとともにですね、職員の勤務事情をしっかりと把握するように、努めていくって、これがですね、大変必要だと私は思っております。ちょっと今の質問と延長線上にあるんですが、9月農残業デーというふうに、県庁の方で庁舎の方で庁内放送でも、上司は職員が体調しやすい環境づくりに協力しましょうというふうに言ってますけど、これ職員はどうあるべき、もしくは上司の方はどうあるべきっていうのがございますので、もう少し詳しく教えていただければと思います。基本的にはね、先ほど言ったことでございますが、はい、担当部局、じゃあ細かく説明してください。その他でございます。職員 の時間外縮減、時間外勤務縮減につきましては、健康管理、まだのマネジメントを強化していくなど、さまざまな取り組みが必要と考えております。今お話でございましたように、農残業での徹底、また管理職がまず声かけをする、体調しやすい雰囲気を作る、今回も調査結果でもですね、言い出しにくい雰囲気があったというようなこともございましたので、まずは職場環境において、そういったことも含めて風通しがよく、また徹底をしていくことが必要だと考えております。私から以上です、はい。ありがとうございます。はい。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。産経新聞の中田です。今幹事長の質問にあった水道局の関係でちょっとお伺いしたいんですけど、903人中500人が過少申告なり、上司が適正に把握していなかったというのと、かなり大きな、組織的になんかそういう風土があったんじゃないかと思われてもしょうがない数字だと思うんですが、そういったことを受けて、知事部局だったり、企業局の中でも、今回は旧水道局だけでしたけど、企業局だったりのところで勤怠時間、勤怠時間が正確に把握されているかということを全庁的に調査するお考えは知事おありでしょうか。そうだね、やっぱりこれはね、本当にしっかりとね、正座し、やっていかないといけないということに、ね、改めてね、私は指示したということでございますが、じゃあ担当部その他でございます。勤怠管理のお話でございました。この4月からですね、パソコンのログオン・ログオフ時間を全庁的に把握しておりまして、それに基づきまして、個々の職員の時間外申請との照らし合わせ等を行うことにより、より正確な把握をしておりますので、現状においてはきちんと行われていると、また今後もきちんとやっていくというところでございます。はい、今後ともしっかりと努めてまいりたいと思います。今の確認ですけど、今の話ですと、そういうパソコンのログオン、ログオフで、今年度入ってからやってるということなので、特にそれで現状は特に、知事の方は改めてそういうことがないかしっかりしろという指示はされたということなんですけど、はい、特になんかそれに加えて追加で調査するということはないということでいいですよね。調査といいますか、今後という。今後
動的に調査するとかそういうことはないということですか。あの現状においてあのパソコンのパソコンそのデータですね、客観的なデータでですね、それをあの、まあ、時間外当人が申請したものと乖離があるかどうか等の確認を行っておりますので、あのこれからの何かの調査ということは現状考えております。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。中央日報加藤です。私からは2点ありまして、はい、まず9月の補正予算案についてです。まあ、先週発表になりまして、まあ、特に、注目したのは、まあ、子どもの交通事故が多いことを踏まえて、まあ、通学路にガードレールですとか車止めのポールですとかそういったものを、設置する事業を、まあ、今後取り組まれるということが、まあ、盛り込まれているわけですけど、この事業に込めた、まあ、知事の思い考え意気込み期待などあればお聞かせください。そうですね、やっぱりね、今回ですね、まあ、交通安全、それから防犯対策、それから児童虐待対策等ですね、これをしっかりまずやっていかないといけないと、そういうようなことですので、今まで皆さんから寄せられた意見等も踏まえ、今の担当部局にですね、やっておりまして、そのような形が今回の対策になった、そのように私は考えております。何かありますか。財政課でございます。まあ、5月6月にこう発生しましたあの悲惨な事件事件を起きまして、あの 知事からはあのそういった子どもの命を守る安全安心対策というものに非常にこう重点を置いた対策を取るようにというような知事もありまして、それを踏まえての予算案となっております。まあね、それもあと、まあ、オリパラも含めてですね、これはあの子どもの問題緊急的にね取り組むべき、問題だと思い、事務をですね検証したと思ってございます。わかりました、ありがとうございます。ごめんなさい、もう一点、消費増税についてなんですけど、はい、消費増税、消費増税、はい、もう1ヶ月切ったわけで、まあ、今回は税率が単純に引き上げられるだけじゃなくて、まあ、軽減税率っていう、まあ、少し難解な制度も導入されることになってまして、まあ、消費者の中でまだ理解が進んでない部分もあると思うんですけども、県としてこれまでそういう制度をについて、まあ、周知啓発、まあ、どういうふうにしてきたか、あるいはもう1ヶ月足らずでどういうふうに周知していくお考えがあるかというのを聞かせてください。そうですね、これやっぱりあのお国がですね、まず国民に丁寧にこれ周知していかなければならないと、これは大事でいたと私はそのように思っているところでございます。まあ、県といたしましてもですね、そのようなまあ、制度があり、そしてまたですね、混乱をしないように皆様にもですね、お力をいただきながら、これ県民の皆さんにね、周知してまいりたいと、そういうふうに思っております。まあ、知事も一消費者として、今回の増税、まあ、1ヶ月のこに控えて、どういうふうに見ておられますか。あのそれはね、まあ、税というのはね、いやー、それは少ないように越したことはないですけども、でもね、今もやっぱり、福祉も含めて、いろんな予算も含めてですね、これは大変厳しいところでございますから、私たちもですね、頑張って、国に、協力してまいりたいと。だからこそね、その制度において、もうちょっと複雑なところもありますんでね、それを丁寧にね、私たちに、説明していただろうと、そのように思っております。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その他、はい、よろしくお願いします。読売新聞の貝塚です。よろしくお願いします。私からアクアラインマラソンについてなんですけれども、はい、まあ、今回五輪の直後の開催ということで、特にボランティアの募集など前回までとはちょっとそのままとはいかないところもあるかと思うんですけれども、その辺の課題について今後なんか知事として取り組まれるお考えは。それはやっぱりちょっとね、記者さんに言うとおりね、これもちょっと心配なんですね。ね、でもね、僕はね、まあ、アクアラインというのをもう4回やってますし、これは5回目というんですけど、県民の皆さんには相当浸透しているのかなと、それと毎年、毎回ですね、ボランティアに対する、
関心が高まっているということもまた事実かなと私は思ってますね。まあ、ですから、ただ今回オリパラありますんでね、地元の住民の皆さん、それから企業にもですね、改めてこのアクアラインのボランティアというのを、ね、協力お願いしたいと常に思っております。また、オリパラボランティアの応募に打った方もいらっしゃると思うんですね。そういう人ともそのボランティアに対してですね、非常に興味、関心があると思いますのでね、そういう方にもですね、ご連絡というか、お願いするような、何かいい形ができないかなと、事務局の方に検討させていただきございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、それでは、ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。共同通信の天略です。はい、発表事案とは関係ないんですけども、市川市 の、 村越市長がですね、公用車のテスラを、多数の住民の反対とですね、議会側からも、多くの反対があったということで、事実上取り下げると、契約を解除するという内容の報道が出てますけども、知事として、この公用車、この一連の問題をですね、どういうふうに見ているかというのと、その導入の可否というか、どういうふうにこの導入の問題については考えがあるのかというのを伺えればと思います。僕は公用車に対してそんな真剣に考えたことないんでね、今までこういう関西線来てるって言うんだったら、それは踏襲すればいいかなと思ったというのが私の基本の考えでございます。市川市長さんは、市長さんのお考えで、そのように、初めまたそのような結論を出したんだと思います。でもすごいよね、ドアが上に上がるっていうのは派手だなと思ったから第一にするものです。すみません、もう一点別の質問なんですけども、はい、10月から養護無償化が始まりますけれども、これ養護、保育園と幼稚園の無償化、はい、これがかなり大きな子育て支援 の、 改革かなと思うんですが、ちょっと千葉県内のいくつかの自治体に聞くとですね、今回給食費がですね、無償化から除外されていまして、親の自己負担ということになるんですけども、自治体の中には例えば郡部の小さな自治体ではですね、もう 自主財源で、すでにずっと給食費を無償化でこう自治体のお金を出してますと。それは子育て支援と人口減対策ではあると思うんですけども、例えば郡部の方では自主財源で給食費を補助すると。ただその船橋とかその大きい自治体ではさすがに人口が多いので、自治体の財源としてはちょっと補助は難しいというような話もあるんですけども、こういった自治体間でこう子どもに対する給食費を補助するところとちょっと補助は難しいという自治体が分かれている状況があるんですが、県としてですね、そういう、子どものですね、ちょっと給食費に差があるという状況について何かこう支援なり考えていらっしゃれば教えていただきたいなと。記者さんが言ってる気持ちはよく分かります。ね、自治体間であんまりそういう差があるっていうのが良くないんじゃないかということだと思うんですよね。そうなんですよね。できるならばね、平均化したい。言うならばどうしてもですね、自治体によってその、人口もあるだろうし、体力等もあるんでね、そういうのが出てきてしまうんですけども、はい、担当部局長に説明しておきます。交換が、理事長と言いませんので、じゃあそういうことでね、これね、私どもいろいろ議論の中に入っていることでございますのでね、それは担当部局から詳しく書面でも何か形でお渡しいたしますので、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。すみません、NHK の方です。よろしくお願いします。昨日ですけど、聖火ランナーの募集結果が発表がありました。33名の募集に対して5700人を超える応募があったということで、倍率でいうと174倍に上がると思うんですが、このあたり知事はどのように受け止めていらっしゃるか、一言言ってコメントいただきたいです。それはね、50年に1回、これから50年に1回に来るかどうか分かりませんけども、聖火ランナーなんていうのはね、これは大変名誉なことだしね、みんながね、
私はやりたい気持ちを持っているんじゃないかなと思います。ですからこの、170倍というのは、当然なのかなという気もしますしね、まあ、しかしね、私どもやっぱり聖火ランナーをお願いするためにはね、やっぱりこの各地域で、その聖火リレーをね盛り上げてもらえるような方とかね、例えば被災地も回るのでね、そこで頑張っている方にこう走ってもらってね盛り上げてもらいたいなと、そのように思うところでございます。ありがとうございました。はい、はい、どうも、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。千葉テレビサイトです。おとといなんですけれども、ドイツ・デュッセルドルフ市のガイゼル市長と森田氏が会談されまして、この5月に姉妹提携を結んだという流れでですね、今後も若者を中心にスポーツや文化の分野で交流を深めていきたいということで一致されたと思います。今後ですね、例えばスポーツ文化の分野をさらに発展させるとともにですね、例えば経済分野であったりとか、先ほども発表ありましたけども ICT の戦略というのもありますけれども、例えばそういったまた別の分野でデュッセルドルフ市とこう何かこう協力関係を結んでいくとか、何かこうお考えがありましたらお聞かせいただけますでしょうか。岸田さんのおっしゃる通りでね、やっぱ今特に青少年のねオーケストラとか文化交流、また卓球だとかいろんなそういうその交換が非常に強くございます。でもね、これから今岸田さんがおっしゃった通りね、その経済分野、あそこはですね、非常にヨーロッパの中でも活発なところでございますから、将来においてはどのようなところで、ね、お互いに、携わることができるかなと、まあ、こちらからミッションになってもいいし、向こうから来てもいいし、そのようにウィングを広げていきたいという気持ちは持っています。もう一点ですね、ガイゼル市長の方からですね、かなり先の話ですけれども、2032年のオリンピック・パラリンピックの誘致を、ライン・ルール地域、デュッセルドルフ市を含むですね、この地域で、誘致を検討しているというご発言もありまして、来年、東京大会が開催され、千葉県内でも8競技が行われるということで、そういった面でのこう協力関係、情報の交換の在り方とか、何かこう具体的なお話があれば教えてください。はい、ガイゼル市長はですね、非常に積極的というか、頑張る方でございますよね。それで交流に対しても非常に興味を持っているというか、実際に行動にも移してもらいます。そのオリパラ誘致っていうのもね、頑張っているということを私に言ってました。だからこそね、私ね、ぜひね、今回の日本のオリパラをね、特に千葉県のいろいろなことをね、少しでも、なんていうかな、プラスに、ね、視察してもらって、プラスになればいいのかなと、そういうようなことを話しましたら、ぜひね、それを来てみたいと、でいろんなところをね、視察したいと、そのようにおっしゃっておりましたので、私はやっぱりこういうのっていうのは経験してみないとわからないところがあるんですよね。ですからそれによってはガイゼル市長のその積極的な考えには私は賛成したいし、これからも協力してまいりたいというふうに思っています。はい、ありがとうございます。はい、それでは、はい、